はい、ということで、ね、今回はママが日本に来て、ベトナムからね、着る服をあまりもうほとんど持ってこない状態で日本に来たので、ユニクロでいろいろとママの服を買いました。そちらをですね、紹介したいと思います。それではよろしくお願いします。最初はこれですね。はい、こちらですね。ちょっと立って紹介でいいですか？立ち上がって紹介ですね。はい、こちらのですね。はい、これ値段の方はいくらだったんですか？790円です。790円。はい。元の値段はいくらだったんですか？本当の値段は1990円です。あ、そう、すそうごでいすね。ね。セールして。はい、わかりまし安た。いから結構2枚買いました。2枚、あ、こちらのも買ったっていうことですね。これはいい買い物でしたね。そうですね。本当はい。この値段ですね。はい。いいですね、こちらね。はい。はい、で、続きましては。次ははい。ミッキーちゃん。はい、ミッキーですね。ミッキーの T シャツですね。はい。で、ミッキーの T シャツが、こちらが、500500円円。買ったんですけど、本はい。当は390円だはい。け買いました。390円ということで、いいですね。はい。続きましては。はい、こちらですね。こちらは値段の方は。ちらは1990円です。でもセールしてはい。1290円なって買いました。はい。あ、いいですね。はい。わかりました。次はこれです。はい、こちらのパンツですね。はい。こちらのパンツはいくらだったんですか？本当は590円ですけど、はい。でもセールしてはい。390円買いました。おー、いいですね。いい買い物ですね。次はこれですね。はい、こちらですね。はい、こちらの方は値段の方はいくらですか？1000円ですけど、はい。690円。690円で買うことができたと。そうです。690す円。ごいいいセールの時買い物しましたね。そうでユニすクロね。ね。次はこはれでい。す。はい、こちらは。こちらは500円買ったんですけど、セはールの値段。い。はい。でも買うときは390円になって買いまし390た。円ですか。いやー、得だね、これね。いい買い物したね。次ははこれはちょっと同じですけど、でい。も何です。390円じゃないですね。はい。これは690円です。はい、690円だったってことですね。はい。次はこちら。はい。そうです。690円です。はい、これも690円そうでです。す。はい。でも本当の値段は1000円ですけ1000ど。円だったっていうことですね。はい。次はズボンですね。ズボン。ズおお。ボンです。はい。ユニクロのズボンですよそうね。ですはい。ね。本当この値段ですね。あ、本当は1990円だけども。でも買うときは1290円だって買いまはい。した。わあ、本当セールだね。そうです。すごい。結構3枚買いました。あ、これ3枚買ったよということですね。これも全部1290そう円でというす。ことで。じゃあ今回これをね、着て日本で生活するということで。またね、服とか足りなかったら、随時買うっていう形で、とりあえずこんな感じで買ってみました。それでは。バイバイ。じゃあ、よだれね。
はい、こちら何でしょうか。何かな。はい。マグカップがついてます。はい。ちょっと袋から出しますか。これついてるな。これいいね。このまま使えますか。そうですか。じゃあ、そういうことです。